応援するわよ。達成おめでとう。あ、こんばんは。聞こえてます？これ音声聞こえてんのかな？なんかちょっと時差があるんですよね。自分で見てる端末と。どうかな？聞こえてない？あ、聞こえてる。あ、ありがとうございます。ハーデスさん。こんばんは。あ、よかったよかった。今ね、ちょっと喋ってなかったんですよ。喋ってなかったんで聞こえてなかったんかも。あ、やったー。ありがとうございます。これできてるね、配信。いやー、めっちゃ人来てくれてる。嬉しいな。特に今日何もしない、何もしないんですけどね。今テスト配信中です。ありがとうございます。ドリコレね、マーガスくんね。ランクマするか、1試合ぐらいするか。ちょっとね、昨日2時、夜中の2時ぐらいまで起きてて寝不足なんで、早く寝たい、早めに寝たいんですけどね。1試合ぐらいするか、ランクマ。あ、トンペコさん、こんばんは。なんか今スマホで配信しながら自分の iPad でもね画面確認してるんですけど、ちょっとな時差があるんですよね。この喋ってるのと内容とでね、時差があるんですよね。いやー、ありがとうございます。ハイの勝率ね、ちょっと見る、みんな見る。見せていい、ちょっと自慢していい。いやでもちょっと順位落ちてますね。これ42位になってるわ今。今42位になってて、そう、その自分でここまで来れたの初めてなんでね、めっちゃ自慢してるんですけど。あ、こんばんは、ありがとうございます。いつもコメントいただいてる方々が。なんかさ、あんまりライブ配信したことないんで3人ぐらいしか来ないかなって思ったけどね、17人ぐらいおるわ。17人に見られてやるのか、なんかちょっと恥ずかしい。そう、これ、いや50位ぐらいにね残りたいんですけど、そう、50位無理だよね。今からね追い上げ来るからね、猛者が下からガーって上がってくるからね。これね、どれこれ暑いですよね。こんばんは。いや意外とみんな来てくれるね。こんばんは、ありがとうございます。なんかいつもさ、コメントをなんていうんですか、コメントしてくれてない方たちもねライブ配信来てくれるみたいで嬉しいっすね。でね、ちょっと待って、ランクマするんだけど、この後するんだけど、マーガスのさ技構成どうしようかなって今ちょっと考えてて。わ、ハートありがとうございます。そう、マーガスのさ技構成に迷ってて。そうなんだよね、マーガスくんのほらあれなんですよ、このマーガスハイボール要求ないんですよね。でペナルティーエリアシューターなんで、ありがとうございます。ペナルティーエリアシューターなんで、例えばまあミカエルのチャンメとかでね、直接マーガスにこうボール飛ばすことは理論的にね可能なんですけど、そこでね低いのが上がったりした時にめっちゃもったいないんですよね。っていうのちょっと考えてて、どうしようかな。技低いのいる？低いのはダイビングヘッドしかないんですけどね、威力めっちゃ低いし、あれ
どうなんかな、そこがめっちゃ悩んでる。でも低いのつけるってなると技をね一個削らないといけない、タックルかパスをね削らないといけないんだけど、どうすかね、どう思う？ハイボールなら任せな。よ、俺はマーガスだ、よろしくな。強いヘディングのためには首の特別なトレーニングも欠かさないぜ。どうかな、ハートありがとうございます。どう思う、なんか有識者の方はどう思います？あのね、ライブ配信もめっちゃ調べて結構簡単にできたわ、チャ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 って。なんか YouTube から直接配信はできないんですけどね、別のアプリを経由してあのね画面配信できるらしい。そうなんですよね。どうするかな、マーガスに。あのちょ待って、ねマーガスのあれですよ、低浮きこれなんすよ、テクニカルダイビングヘッドね。でこれ威力がマックス440なんでね、こんばんは、ありがとうございます。これマックス440なんで、これをつけるか否かっていうのでね迷ってるんすよ。ただなんか例えば低い浮き玉が上がります、で、まあ、ペナルティーエリア内でトラップ選択しちゃうとシェスターのコブとかがね消えるんすよ。あ、そう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 、ハーデスさん、それ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 そう、ホットラ付き低浮きをぶっ放すか、まあトラップしてからのマイティね、マイティはどっからでも打てるんで、それなんだよな。でもなんか普通にマイティショットの方が絶対威力高いよねこれ。低浮き440なんでね、いやでもやっぱ地上かな、そう考えるとね、それなんすよ。そう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 、しまなみさん、ドリコレマーガスね、自動パスカットマーガスにつくのさ初めてなんですよね。そうだな、よう考えたらやっぱりホットラなしマイティの方が強いよね。マイティは520威力があるんでね、もう100ぐらい威力違うからね、言って。よし、じゃあねとりあえず、低浮き輪なしの方向で、まあ、使ってみるか。高いの5割で上がるんで、じゃあちょっとランクマをやってみましょうかね。はい、ランクマ今ここですね。でね、もうこれできたらみんなにアドバイスもらいながらランクマやりたいんですけど、もうこの YouTube ライブやってみて分かるんだけど、ちょい時差あるのね、30秒ぐらいずれてんのかな、時差があるんで、もうね多分ね、どうしたらいいって言ってる間にもう終わってんのね、マッチアップ終わってんのね。じゃあちょっとどうする、一試合やってみよう。
やばい、こんなに人に見られながらランクマすんの初めてかもね。めっちゃ緊張する。で、デッキは今これですね。今これです。はい。まあ、マッテオがね、穴なんですけど、欧州バフ乗るんで、こんばんは、のぶおさん。ありがとうございます。じゃあちょっとランクマ行くからね。ランクマさ、さっきもやってたんですけど、コンピューターマッチしなくてさ、コンピューター出てきたのね。これどうかな、またコンピューターだったら、コンピューターだと冷める。ちょっと一回キャンセルし、あ、マッチしましたね。これ人だね。なんかみんなハイとかやってんのかな。さあスパ4 ねえ、もうやだもうやだ、ロベルトやだってね、やだって言ってるじゃんそれ。ねえ、もうロベルトいる時点で、あー、でコレジの、はい、終わりました。これ終わりですね。ねえ、くっそ強い人だよねこれ。さてさてさて、勝負だ、受けて立つぜ。じゃあね、まずシェスコブから行くんで、どこ行く、どこ行く、ブライアン、俺のゲームメイクの見せ所だ。ねえ、読まれとる読まれとる。通すか、タッと、せい、あー、かかってこい、ここは自分で行く。もういつもいつもこれなんよね、いつもこれなんよ。どうする、これドリ読みでねえ、もうねえ、美咲くん行こう、僕たちのゴールデンコンビ行くぞ。ふっ、くそ、はっ、やっ、そんな、もうなんなんこの無駄な金繰り、なんなん、もうやめろやめろや、やめろや、ここは自分で行く、行くぞ、大空を自由に羽ばたけ。ねえみんな、こうなるの、俺が蹴散らす。ねえみんなわかるよね、こうなるの。ゴールはもらった。ねえこうなるのよ。やべ、人増えてきた、めっちゃ恥ずかしい。よし来い。ねえこうなるの。いや、30%あるの、30%あるんだよ。俺のゲルマン魂はやわじゃねえんだよ。ちょっと鼻水出る。よし、で、うん、なんだぞ。はい、早速1点取られて、いやこれはもう自分が愚かなんですけど、いやでも行けるとこないじゃん、そんな、なあ、そんな前線のキャラやられても。勝負だ、受けて立つぜ。さあちょっと待って、ヒューがこれタックルできないね、もうシェスター、あれなんで、スタミナキラーなんで、字の使わないよ、字の使わないよ。中盤を制した者が勝つんだ。なんか字のさ、まだ付き合いが短いんで、字のさ、勝負だ、よし来い。さあどうなったこれ、字のさ、付き合いが短いんで、これドリシュナ、ドリシュナで行くぜ。あ、オフサイドね。ねえ下手くそ、ねえめっちゃ恥ずかしい、もうこの姿を晒してるのが恥ずかしいんですけどね。助けて。あのさ、ちょっと待って、危ねえって、それ危ねえ、行くぞ、もう来ねえ、行くぞ。ねえ喋ってたら集中できない。いやちょっと落ち着いて、これどこに来ます、どこに来ますの。
さあ行くぞみんな。もうコナンね、読み合いしても無駄なんで、もう適当で。はい、読み方行くぜ。読み方、あの双子コナン率めっちゃ高いんだけど、何それ何、これが俺たちのコンビネーションだ。もう50人いるね。怖い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 、どんだけみんな見とんねん。それノベルト、ふざけんな。受けて立つ、俺が止める。ここで守るんだ、勝負だ。いやちょっと待って、いやもうこれこれカットカットでいいよね。いやカットカットタックル、いや無理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 。守るだけの惨めなサッカーはしない。行くぜ。くそ。もう本ならブライアンタックルでよかったやんな。あ、これクソクソクソです。守るだけの惨めなサッカーはしない。ドリドリワンツしてくるやろこれ、ね。もう待ってる。よし。させない。ぶつけて。腕を上げたな、翼。ロベルトとサッカーをするのは本当に楽しいよ。なんか7割って低いよな確率。はい、いやもうみんなこれ許して2点目取られるかもしれん。ほら行くぞ。はあ引きね。もっとボールと友達になるんだ。サッカーは自由だ。あの本当にね、双子のシュートが止められるかな。7割サポートってね低いんすよ。よし来い。あーもうクソ強いこのおっさん、クソそう強いんすけど。いやでも3割はあるよね。3割、俺のゲルマン魂は弱じゃねえんだよ。3割あるで。よし、えっはっ、まあちくしょう。ねえみんな楽しい、このクソ負け試合見てて楽しい。でこうなった時にもうあの、あ、これいけるね。一気に抜けてやるぞ。あ、いけるんだけど全力切れたわ。え、全力切れてもいけるけ。はい、いける。俺たちが守るんだ。でみんな見てる、シュナイさんの活躍見てるね、これ見てる。このゲルマンだ、これがあるんだよ、このぶっ飛んでいけるね。よし、行くぞみんな。楽しい、ありがとうございます。ナイス、このシュナ見て、このコブ&ミカエルホットなシュナなんで、あ、これでぶっ飛んでいく。これがゲルマンコンビネーションだ。これね、これをみんなに見てほしかったわ。よし、セオリーも伝統を金繰り捨て、ちょっと1点返せるかもしれん。ただこの試合に勝つな。いけー、それ感動収束陣ファイヤー。結局この力技みたいな。いやもうこの戦い方ないよ、いつも。よし来い、このゴリ押しで行け、シュナ行け。いやこれ3割全然ある、全然あるからね。ね、全然あるね。ゴールを守るとはこういうことだ。 RNG 最近正常だよね。くっそ、はあ、楽しい、よかったわ、よかったたんだけど、ちょっと相手の控え見て、このゼダンね、このおっさんもクソ強いから、もうゼダン来るかもしれんな、これ。いやもうね、もうどうする。でも結局さ、ロベルト・ヒューガに打たれても3割は取れてるんで、ミューラーの方がいいと思うんだけどな。あのね、やっぱジノはそう、付き合い短いから信用ができない。なんか 3割とかね、抜かれんのね、ジノ。酒飲みながら見てる、いいな。いいな、いいな。完全今トークタイムしてたけど、あれっすね、あの相手もなんか考えてるわ。いやとりあえずここ変えとくか。カルツならロベルトを止められるかもしれない説あるんで、もうね、このさ、わかる、この前線の5人さ、全員封印無効なのね。ってなるともうドイツからマッチしても一緒なんで、
ライカ監督、ここからは無失点でいくぜ。なんもないっす。ちょ待って、カリューサス入った、これチャンス、これチャンスやべ。ねえ、シェイ、はい、シェイ、あ、おい、どれや、あよっ、俺が止めてやれ、突破してやるぜ。何でか分かんないですけど、みんなカリューサスを出してくんのね、読み方ない。行くぜ、俺の最高のパス。いや、なんでカリューサス出せるんだね。行くよ、ちっ、はっ、あー、翼ね、はい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 、了解了解。サッカーは自由だ。これほんでね、これもうなんか全然集中できない。チャンメでロベルト動かしてあるね。美咲くん、いや、なんなんそれね、なんでこんな強いね、ね、なんで翼こんな強いか教えて。ワンツーだからか。クソ、いや、マジさ、もうあの危機回避がクソなんでっていう、もうこれしかないわセリフが。さあ、しかし技属性のエリックちゃんでマッチアップできまして、いや、これこれドリでしょ。行くぞ、大空を自由に羽ばたけ。あ、もうこれこれ、あ、いった、俺が止める、来やがれ、俺が蹴散らす。ちょっと待って、いや、でもこれ止まらないって言ったよね、みんな知ってるよね、これ止まらないんだよ。ゴールはもらった、行くぜ。生クリ出しても止まらん、止まった、させるか、止まりました。あ、翼のワンツー威力高いんか、そうっすか、切り抜けてみせるぞ、かかってこい、さあ、よしかい、もうこれ無理やり行くのでいい。FCP ファールチップパス、そう、行くぞ、危機回避クソだよね。かっこな。よし、届く。ここでパスを奪う。行くぜ。タオ。よし。行くぜ。行くぜ。誰が遊んでくれるんだい。さて、いや、もう全然いいとこ出てないんですけど。あー、どうする。ドリブル読み。みんな。ナイフタコかっこいい。ダブル顔面ブロック。誰だそれ。それ何？これが俺たちのコンビネーションだ。双子ちゃん？双子ちゃんか。双子ちゃんの、双子ちゃんはね、あの顔面はダメです。あ、これいい、いいの出たよ。ここを切り抜ける。いいの出ましたが、このロブソンが読み勝ちマスターなのと、あのね、マー君で言ってもね、ダメなんすよ。つうか、もう味方が周りにいないね。いやー、読み負け取る。吹っ飛ばしてやるぜ。ふっ、よし。あら、俺が相手な、勝負だ。これはですね、もっとボールと友達になるんだ。止められるかな。だから止まんねっつってんだろうが。くそ、負けない。相手は僕がさせてもらうよ。俺が止める、俺が蹴散らす。え、あ、シェスターとマッチしたから打てない。はは、受け取れ。雷獣パスだ。おい、取れねえじゃねえか。でもね、なんなのね。あ、取ったわ。僕たちの攻撃はまだ終わりじゃないぞ。取りましたわ。せや、なるほどね、シェスターがあのスタミナキラーなんで、あれだったと。よし、行くぜ。サッカーは自由だ。行くぞ。助けて、助けて。
いやでも3割はあるんか。俺のゲルマン魂はやわじゃねえんだよ。やばい、これもうね生放送で3点よし。いやもうしゃあないな。あ、弾いた。はい、これゲルマン魂なんでみんな見たな、これ見たよね、うん、よ2点で済んだわ。いやいいんちゃうか、これスパスタ4だからねこの人。くそ、あーありがとう、押さなかった、ごめん。いやこれはね喋ってたんで、このあのあれなんで喋ってたからなんでいやちょっとねもう一試合行っていい、もう次の試合でやめるわ。さあ日本スパ3、あこれデバフだね、デバフの兆しがあるね、デバフだね。連盟メンバーさんに生配信情報送りました。恥ずかしいからやめてね、人数増えとるやん。あ待って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 、ねえ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 ドイツ来たおいおい、ドイツだぞ相手、ちょっとおい来た。これまずね、まずハース勝負だ。相手は僕がさせてもらうよ。わしが相手だ。このミカチン何、あ最新のミカチンね。FCP ファールチップパス、行くぞ。ちょっとなんかあの試合負けたら人減ってるわ。そこまでにしてもらうよ行くぞ。ねえこのミカエル、あそっか、このミカエル半デバフだったっけ。よし来い、俺が止める、俺は負けない、勝負だ。ちょっとみんなあまりの下手くそさに嫌になったか。このミカチンね半デバフだったよね。そう、相手もミューラーやば。FCP。あのミューラーとかさ、100試合やって1回見るか見ないかじゃない。やばいっすわ。おい、なんでここで弾きになるんだよ。なんでガルツなんだよ。ライン上げろ、みんな。チェイ。いやそれそれオフ。しかもさ、このドリコレのマーガスとか私以外使ってないよねっていうレベルの方なんですけど、どういうこと。はい、そこ行くぞ。分かった。あでもハースこれね、このハースは封印大丈夫なんよ、それなんよ。じゃあ俺のゲームメイクの見せ所だ。いけるんか、守備はできないんか。じゃあミカエルをシュナイリーにぶつけて勝負だ。俺は負けない。おい封印しねえ、もうどうしたらいい。いやドリブルするわ。よしここだ、セルフスルーパス、いくぞ。なんでこんな肝心な時に封印しないの。よし切り抜けてみせるぞ、ここで守るんだ。かかってこい。さあこれみんなどうする。いやもうシュート打つわ、一旦シュート打っとこう。させない。視聴者が合わせに来てくれた。これが僕のトルネードアロー来週シュートだ。おう生首出てるぞ。おい生首出てる、生首出てる。よし来い。ただねこのミューラーはミカエルなら止めるけど、俺のゲルマン魂はやわじゃねえんだよ。そんななんか都合よく合わせに来るのかな、来れんのかな。よし、でっドリブル。あーマー君、そのマー君だいぶきついよね。来た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 。用意はいいか。オッケー、エリック行くぜ。
このマー君は読み勝ちマスター 50% ですが、あーもうここを切り抜ける。俺が止める、俺が止める。これどうする、ちょっとワンツーしてみる。ねえもう、もう何ですの、それ行くぜ。行くぜ、勝負だ。ちょっと今何か言おうとして忘れたやん。何言ってた今、何だったっけ。パス。かかってこい、勝負だ。素早いフェイントテクニックで抜いてやる。いくぜ。何やったっけ、今なんか言おうとして忘れたけ。いいや、それ取って、お願いお願い、それは勘弁してください。激しくいくぜ。ヘディングじゃないぜ、これで1点だぜ。受けて立つ。いや、ちょ待って、キャッチキラーだってね。じゃあパンチングで、さあ行くぞみんな。いやもうこれキャッチもパンチも一緒なんよ、知っとるんよ。うん、よーっしゃー。なによーし。今若林復刻されてるけど、そんなもんは知らん、ミューラーじゃ。え、復刻の若林って何、なんか情報修正された。いや今のミューラーくっそかっけんすけど、それ待って、それシュナイディに飛ばそうとしてるよね。 FCP ファールチップパス、いくぞ。ねえ、にじくりやめて。かっ、なに、あ、マー君、それいくぞ。いや、その角度は打てないと思う。パスか、任せたぞ。いやもう、よし。いや、相手のマーガスはクッソ強えけどな。なんなのね、もう50分だよね。終われ。増え。ライカさん的には若林ギリドイツ人では。いや、若林はドイツ人じゃないですよ。ドイツにね、帰化したっていう話が出れば、ねえ、もうこれ時間切れでよくない？これさ、50分で強制終了だったのが55分だっけ。これで1点だぜ。いやもう終わってくれ、受けて立つ、終わってくれ。あ、間違えてキャッチしてもうた。俺のゲルマン魂はやわじゃねえんだよ。間違えてキャッチしてもうたがな。よし、なに、なんのなにーな。何の何ですか。あ、止まったっていうこと。超フェス林、超フェス林ってなんだ。おいおい、あ、55分か、強制終了は。超フェス林ってあの何、 Z 林のこと。え、 Z 林じゃないよね。あ、次の超フェスが林ってこと？いや、そんなことはないでしょうね。おい、これ終わったぞ。ねえ、終わりました、止まってます。じゃあちょっと一回終了するね。あ、今のフェスの話ね。今出てるフェスがってことね。クラブゲームス、キャプテン翼、
戦え、ドリームチーム。おい、負けちゃったじゃねえか。あ、違う違う、これじゃない、これじゃなくて、いやー、せっかくいい相手やったやんな。あの、絶好の、今のフェスの話ね。あの、今やってるフェス誰だっけ。おい、またスパ4出てきた、スパスタ4出てきたね。スパ4しかしてなくない、ランクマ。今のフェス今誰だったっけ。あ、ロベルトか。ロベルト若林で今ピックアップされてるフェスの話ね。はいはい、了解です。はい、このデッキね。はい、了解です。いつものパンチとギャッチを間違えたら負けや。そうっすね。でもあんまもう変わらんので、相手は僕がさせてもらうよ。遠慮なく行くぞ。さあ、これはこれ美咲に渡されたら困る。俺が突破口を切り開く。行くぞ。敵クソ、アッソードミ。あー、自分で来るタイプね。行くぞ。自分で来るタイプでしたか。はい、了解。絶対に決める。やっ、よし来い。さあ、これは透明るんで、俺のゲルマン魂はやわじゃねえんだよ。透明るんで、見たか。よし。いや、ミューラーはいいとこ見せてるね今日。なんやかんや、あとちょっとで100人になりますね。もう恥ずかしい、公開処刑されとるわみんな。そこ勝負だ。負けるか。うん、さあどうする。いや、これパスブライアンで、よし、ようやくちょっとまともな攻めが。なあ、そう、そう、待ち受け見られちゃったね今。ブライアンなんですよ。負けてたまるか。待ち受けね、ブライアンくんなんですけど、あー、どっちで行く。いやー、数字的にドリブル行け。よーし、よし、かかった。これが俺のスパイラルターンだ。ちょっとみんな1点取れるかも、ここで。はい、もう誰もいない。それ、よし、それ、よし、俺のフェイクにまんまと引っかかってくれた。ちっ、へへ、いけー、よし来い。さあ、いけ、いける、優勢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 、いける。どんなシュートも掴んでやる。いつものやつ見せろ。たっ、やっ、よし、取りました、1点。よし、配信でこの試合の主導権は俺たちが握った。いや、もうこれ上等じゃないか。ナイス、よし。あー、そこね。いや、そこは無理だわ。よし、取った。はい、うまい。はい、うまい。マニュアリングディフェンシングめっちゃうまい。誰かいけるやつ仕掛けるぞ。よしかい。さあ、ここまた読み合いに持ち込む。どうする、これ。ホットラついてるから。いや、ホットラついてるんだけど、もうワンツーいくか。さあ、勝負はここからだぞみんな。はい、読み勝っていく。強すぎる。おい、急に波来た。行くぞマーガス。急に波が来た。ガンガン攻めていこうぜ。いや、もうこれマーガスで、マーガスで打ちに行っていいよね。ブライアン待てない。力任せに打ち抜いてやる。あ、トラ
よし来い。そうドイツ語でねゴールってトーって言うんだよトー。いやこれ 22% あるいける。どんなシュートも掴んでやる。ドイツ語でゴールはトーなんですよ。実況とかでトートーって言ってる。よし。まあこれはね今のはジャブ。なんかやたらロブソンにボールもあるね。それそれね、行くぜ。行くぞ。見てこれ見てパスカット3つあんのね。いや全力振り絞ってこれ取りに行くわ。行くぞみんな。カルツ止められるかな。行くぜ。止まらん止まらん。勝負に行くぞ。いやマジクソなんすけど。ボールはもらった。行くぜ。ただ全力突きミューラーなんでね、ちょっとなんか何かが起こるかもしれない。いや何も起こらない。俺のゲルマン魂はやわじゃねえんだよ。いやロベルト反則ちゃう。でしまった。もうこうなるんだよ。くそこうなんだよ。いや待ってこれ開幕シュナイダーに渡せばワンチャン。それダメか。あのさロベルト強すぎない。いやロベルト止めるにはロブソンなんすけど、いや待ってを抜いてロブソン入れるか、それがいいかもしれん。ここ抜いてここね。ただうちのロブソンが2凸なんで、まあ、絆は大丈夫。ただなこのロベルトじゃなくてミサキとかで攻められるとまためんどいんだよな。で相手の技チェックね、この松山はディフェンス型なのであんまり狙わない方がいいということになります。ガチャでロベルトポロリしたら使いますか。絶対に使いません。あとは俺に任せろ。あのね2年か3年前のロベルト昔ね持ってたんですけど、いやマッチしないとか言ってマッチしたわ。2年か3年前のねロベルトはロベルトを使ってたんですよ。いやこれドリだな、これはドリだな。うん、どうしてもねそのロベルト海外バフ持っててハマったんでね使ってたんですけど。うまい勝負だ。俺は負け。使ってたんですけど、どこ行く。いやこれまた FCP でブライアンここにぶつけに行くわ。よしうまい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 、FCP、うまい。ファールチップパス行くぞ。くっ俺が勝負する。よしかい。さあまた1点あるで、また1点ありますよ。ワンツーよーし。あれさあ俺のフェイントが読めるか。行くぞ。試合中衣装が肌だけ破れる演出があったら使えますか。何。いや使うに決まってんじゃん。何言ってんの。ほいほい、これ決まったべ。よし俺のフェイクにまんまと引っかかってくれた。実際あるからね、あのリアルのサッカーでさね、ディフェンスとかで引っ張ってビリビリになるやつあるよね。よし来い。ビリビリのあの裸になるやつ、なんか最近めっちゃ笑ったやつあるんだけど何だったかな。もうビリビリになってるやつ。どんなシュートも掴んでやる。あ、分かった、バルサのブスケツだったかな。いやー知ってん。なんかブスケツのなんだったかな、パンツがもうビリビリになったやつ。あれめっちゃ笑ったわ。弾けたやつね、パンツがグーって引っ張られてパーンって弾けてなんかパンツになってたやつめっちゃ笑ったわ。いやシュナイディダメ。俺は負けない。切り抜けてみせるぞ。あーもうこれチャンメ終了のやつです。
こんばんは、グテランベント。いや、これちゃんめされるけど。FCP、ファールチップパス、行くぞ。いや、ちゃんめされるけど、自動パスカットでワンチャン取るかもしれん。あーもう勝負に行くぞ。すぐ2点目取る。ゴールはもらった。行くぜ。いや今のは私のミスやけど。よし来い。いやでも弾くかもしれないからね。 20% あるからね。俺のゲルマン魂はやわじゃねえんだよ。だいたいこれいつもの計算で3割取れるんですけど、 20% しか取れないと相手が多分ガードがまた1点取られる。相手が多少のガードがある感じかな。いやいやいや、ヘルマン行くぜ。さあこれどこ行く。いやもうこれワンツーでいこう。みんな、勝負はここからだぞ。こんばんは、生配信するんですね。するんです。わお、読み書きいく。わーわお、サッカーの歴史は俺たちが守るんだ。生配信ね、あれなんですよ、明日のドリコレを生配信するので、今日はあれなんです。これテスト配信なんですよ。ナイス。でもうまくできてるっぽくて嬉しい。チリ仕事をさせてもらうぜ。リアルサッカー選手は誰が好きですか。まずレアルマドリードのファンなのね。もうここで打つ。勝負だ。いや今打とうとした。負けるか。ね、今打とうとしたよね。ねえ打とうとしたよね今。いやそれは無理。いやウィニング、ワンチャンウィニング行こう。ワンチャンウィニングファイアショット。リアルサッカー選手はレアルマドリードがまず好きなんで、モドリッチですね。モドリッチとクロスめっちゃ好き。あ、呼んでる、すげえ。そう、じゃあそれマーガス君が取るんで、来やがれ、遠慮なく行くぞ。モドリッチ、クロス、あとビニシウスとかも好きです。これはドリブル読みで。いやもう全然ダメじゃん。行くぞ、大空を自由に羽ばたけ。ここで守るんだ。俺が止める、勝負だ。いやマジしんどいそれね。喋ってたらこれ3点目取られるべ。あー、みんな動きはもう見切っているよ。やるやないか。よし。あ、でリアルで好きな選手ね、あれです、あの子。勝負だ。あのね、フィルクルク、ブレーメンのフィルクルクめっちゃいいよね。くっそ、読んでる。じゃワンツーじゃんこれ。あのね、ブレーメン自体はそんなに強くないんだけど。おー、ロブソンいった。ブレーメン自体はね、あのベンデスであんまり強くないんですけど、フィルクルク今得点王なのね。すごないそれ。あ、ごめん、俺が相手な。俺が蹴散らす。神のおぼし飯出たね。すいません、ディフェンスパスしましたっす。延長戦です、何気に延長戦です。いやフィルクルクいいわ。でブレーメンのジュクシュ、フィルクルクとちょっと2ペアみたいな感じでいいパサーがねいるんですよ。ドゥクシュっていうね、ドゥクシュめっちゃ上手くて、もうテクニックが高すぎる。まあシェスターと同じ感じのね方です。でフィルクルクはマーガスと同じ感じの方です。いやー、ちょっとここ雑談タイムに使うか。で、相手コレジノに変えてくるパターンがあるんだけど、いや、ここ逆か。ここ逆にしよう。
そうね、リアル選手だったらその上げたキャラ、上げた選手ですね、5人ぐらい割と好きです。でキャプテン翼ジュニアユース編で影の薄いドイツキャラ掘り下げあるでしょうか。おー、どうかな、あのアニメの方ってことだよね、10月からやる、9月だっけ、10月か、掘り下げあるかな。あのマックスとかね好きなんですけど、割とていうか戦いでやめて、ドリコレに行った、ドリコレに行ったはやめろって言ったよね。で、あのあれなんですよ、戦いで先にね実装あるかなって思ってたんだけど、俺は負けない、勝負に行くぞ、いいのがそんなマーガスとマッチしてきて、受け取れ雷獣パスだ、え、それパスカットできたやん、じゃあた、あっ、もうなんかアニメより先に、あーもうそこやめて、俺が相手だ、そこやめて、なんかアニメより先でさ、戦えのドリコレとかでね、あのマイヤーとかマックスとか実装あるかなって思ってたんですけど、止められるかな、なかなか出ないよね。なんでどっち先なんだろうな。あ、それどこ行く？それどこ行くんですか？うん、行くぞ、止めるよ、それ、それ止めるからね、羽ばたけ、いや止めねえ止めねえやん、よし、勝負だ、クソ RNG 出ました。あー、これ新田に直接、まあ一応パスカットするけど、腕を上げたな、翼、ロベルトとサッカーをするのは本当に楽しいよ、あの渾身カルツ強いんだけどな、ねえ、今ちょっと押し負けた、ね、よし、来い、来やがれ、行くぞ、ほんでどうする、おっさんどうする、ワンツーかな、行くぜ、いやシュートか、いやもう無理無理無理、行くぞじゃ、行くぜ、いやどうするかな、これ全力使った方がいい、使うか、さあ行くぞみんな、優勢だ、俺のゲルマン魂はヤワじゃねえんだよ、ゾーンかかってるおっさんから優勢取れる、キンプリで、よし、つい、はい、取った使ってよかった。さあこっちボールからスタートなんで、そこな、行くぞ、受けて立つ、もう何もできないんだよね、ね、どうする、でミカエルにパスか、行くぞ、頼む、何の話してたっけ、切り抜けてみせるぞ、よし来い、さあここからですよ、言うてどこ行く、シェス FCP ファールチップパス、行くぞ、テップ、いいね、そこに行って、落ち着け、落ち着くんや、ドリブル、勝負はここからだぞみんな、いやもう、いやそれもう、よし、よし、時間切れだ、いや引き分けでよくない、これ引き分けいいよね、これでみんなこれでいいよね、許しておい、これスパ4だぞ、相手スパ4に引き分けなんでいいよねいいよね、
いやなんかもう喋ってんだか試合してんだかちょっと分かんなかったな、ごめんね。でキャプテン翼ジュニアユース編で影の薄いドイツキャラ掘り下げ欲しいですね。そうドイツ今出てるあのメインの5人以外、シュナイダーとマーガスとシェスターとカルツと、ミューラーの5人がジュニアユース編はメインなんですけど、そこ以外にもねマイヤーマックスとかねそのあたりがいるんで見たいけど、まあ、割と原作通りね忠実にやるんじゃないかなっていう予想はしてる。でドイツ語は留学とかされてたんですか？してないです。ドイツ語ほぼわかんないですね。あのドイツ語喋ってた会見はマジで Google 翻訳で、まあ、意味はある程度合うようにね Google 翻訳してただけなんで、はい、喋り方はもう全部 Google で聞いて練習してるだけです。はぁ、普通に猛者連戦ですごいです。ありがとうございます。ちょっとねあの1試合目やばかったよね危うく 3-0 で負けかけたやつね。いやちょっと勝てなかったけどいいでしょう。多分もうこれ以上やってもぐだるんで、はい。で本番は明日だからね、今日まあ配信がうまくいったっていうことが分かったんでそれだけでも良かったです。で明日本番なんで、ちょっと待って、ジュニアユース編でミューラー加入前のドイツキーパー分かりますか？なんだっけ、ハルドビッヒとかじゃなかったっけ名前、いたよね、あのウルグアイ戦で先発キーパー出ててビクトリーノが PK 切ります、蹴りますってなった時に交代したんだよねミューラーに。なんだっけ、ハルドビッヒとかじゃなかったっけ名前。はい。で明日が本番ね、明日が本番で、ね、このマーガスのドリコレのねガチャを何時から決めてなかったわ。何時にしよう、8時とかにする？ちょっとまたそのあたりは告知かなんか予約みたいなことしたいと思います。ツイッターで告知するか。あ、シュタインか。ハルドビッフィはあのディフェンダーだったっけ。そうなんですよ。で明日のドリコレが本番なんでね、でもなんか一人でガチャ引くの耐えきれないわと思って、ちょっとみんなと引きたいなと思ってますので、はい、ご興味のある方お願いします。あ、フリーキックだったっけ、壁はいらんってやつね。あ、そう、フリーキックだわ。壁だからね、壁はいらんでフリーキックですね時間決めてなかった、まさかのどんだけ適当なんていう感じですね。はい、今あの視聴してくれてる方が100名超えたんでね、ここでちょうど終わろうかな。はい、また明日お願いします。試合ぐだっててごめんね、ほんと喋るか試合かどっちかにしろよって感じなんですけどね。え、皆さん知識すごい、なんかこうパッて出てくるのすごいよね。はい、ということでドリコレのマーガスくん、なんかもう天井の匂いがプンプンしてるんだけど、いやーもうどうする頑張って弾きましょう。はい、ということでありがとうございました。これ以上やってもねぐだりそうなんで、はい、またいい感じにね、早めに当たったらどうするのだろうか。それはもうね即育成してその場で4凸してそのままランクマに行きます。よろしく。いいね。はい、ということでここまでにしとこうかな。はい、では、時間の方ちょっとまだ決めてないんですけど、8時か9時前後ぐらいで考えてますので、はい、またツイッターの方で告知、ツイッターか、まあ、YouTube のコミュニティで告知っていう形にしようかな。はい、ご視聴いただきありがとうございました。なんかね、3人ぐらいかなって思ってたんですけど、100人ぐらい来てくれてびっくりしました。恥ずかしかったです。対戦してるのを見られて。はい、ということでありがとうございました。これどうやって終わるんだろう。